つい先ほど武装蜂起したネオジオンと旧ギガロス軍が襲撃を仕掛けてきた。襲撃地点はラサ。奴らは連邦本部を直接狙ってきよった。少数精鋭の艦のあるネオジオンらと我々の間には絶対的な戦力差がある。加えて切り札ともいえるマクロスの存在もあり、上層部は事態をそれほど重く見ていなかった。だが彼らも決して無能ではない。戦力が劣ることを自覚した上で有効な戦略を取ってきておる。奇襲作戦に共闘作戦。彼らを甘く見ていた上層部の手落ちだな。なんとも情けないことだ。ともあれ、君たちは至急現地に赴き防衛任務に当たってほしい。我々の行く末を占う意味でもここで連中の好きにさせるなど決してあってはならん。時間がないので手短に説明します。今回の敵はネオジオンとギガノス残党の混成部隊です。作戦領域に展開するターゲットをやっつけてしまってください。周辺はすでに制圧され、作戦領域内には旧ギガノスの自走砲、無限機動砲が配置されています。連邦のドラグーン部隊がすでに出撃し敵との交戦に入っていますが、これの遠距離砲撃に苦戦しています。優先で制圧すれば友軍の被害の拡大を防ぐことができると思います。それではよろしくお願いします。この2年間全部のコロニーを調査したんだぞ。なのになぜシャアが軍の準備をしているのがわからなかったんだ。地球連邦政府は地球から宇宙を支配していますが、これを嫌っているスペースノイドは山ほどいます。ロンドベルが調査に行けば一般人がガードしてしまうんです。情けないな。このままじゃシャアにやられるのを見ているだけだ。だから止めなければならないですね、私たちが。ああ、フェイ、ベルクト、あいつは本当にこっちにいるのかな。確実とは言えないわ。でも私たちの選択を信じるしかない。あいつがとんでもないことをしようとしているのに、こんなことしていていいのかな。今の危機にも目を向けないとならないの、私たちは。分かってるさ。でも随分前向きになったね。うん、嫌なのは変わらないけど、こんな状況だからね。こっちに帰ってきてから考えていたんだけど、降りたいという気持ちはまだあるの？今さらどうしてそんなことを言い出すんだよ。やっと地上に戻ってこれたんだし、戦闘が終わればここも安全になるわ。それは僕もこっちに帰ってきてから考えてた。でも降りたからって安全とは限らないし、いろんな人が頑張ってるし、こんな時に降りるわけにはいかないよ。自分にできることがあるならやってみようと思う。ありがとう、そう言ってもらって正直安心した。最初は頼りなかったけど、今は君を信頼している。だから頑張ってね。
あ、ありがとう。行くわよ、バレル。周辺に旧ギガノスとネオジオンの部隊が展開中。各機、交戦に入ってください。無茶はしないでください。よし、行けブレー。敵の自走砲が幽霊を攻撃しています。優先で破壊してください。グラビティブラスター。エラ、いつまでくだらねえ戦いをするんだ。くわ、貴様にはわからないだろうな。前方から弾圧を受け続けてきたスペースノイドの思いは。いい加減に気づけ。争いは争いを呼ぶだけだ。俺の仲間を傷つけるなんてこと絶対にさせない。効果的なのよ。敵は戦いを知っている。友軍より入電。ラサ南方の海上に所属不明の勢力が出現。こちらの計器類でも捉えています。膨大なエネルギーが感知されました。またインベーダー。わからないです。人ってのは争わずにはいられないのかね。だったらこんな戦い俺が終わらせてやる。ティファのためにってか。僕が援護します。悪いか。ゾーンに頼ってちゃダメだな。気をつけろよ。無理しちゃダメだ。巨大な熱源がこちらに接近中。こいつらの仲間。まだ分かりませんが警戒してください。レント、エウレカに怪我でもさせたら承知しねえからな。格闘コス。はい。ホランドも気をつけて。戦うんだ。
双方の熱量が増大、発射準備に入っています。危険ですね。優先で破壊してください。こっちは任せてください。敵の自走砲が稼働、友軍が攻撃されました。ここまでじゃまずい。敵は接近戦にかけた大軍、僕はみんなを守って戦え。
こいつさえ叩けば。ここで食い止めましょう。なんなんだこいつらは。いきなり出てきてわけわかんないよ。つぶつが恥を知れ。なんていうこっちだ。バレル落ち着いて。焦ったら負けよ。わかってる。チョコマカチョコマカと惜しい奴らだ。あのすばしっこさ。父上サコミゾ来るな。私の考えに賛同できぬというのなら共に来る理由はあるまい。父はサコミゾウは過去の妄念にとらわれ乱世をもたらす存在になろうとしています。止めなければジャコバ・アオンの怒りに飲み込まれる前に。リュクス、ダメだ。親殺しは悪をなす者がやることだ。そうだとしてもあの人の野心を正せるのは娘である私だけです。ちょっと行かせなさい、エイサップ。お話し中すみません。よろしければこちらに来て話を聞かせてほしいんですけど。まずは聞きたい、君たちはどこから来た。バイストンウェルです。なんだと。海と大地の狭間にある世界って言えば分かってもらえますか。僕たちはオーラロードを通ってバイストンウェルからやってきたんです。知っています。過去にそこから来た聖戦士と共に戦ったことがあります。じゃあご存知なのですか。はい、ただ私たちの知るバイストンウェルとは少し違う気がしています。エイサップさん、サコミゾウというのは。あれは私の父、サコミズ進次郎です。父は変わり果てた地上界を見て嘆いていた様子。変わり果てた地上界って、あんたの親父はこの世界を知ってるのか。僕やサコミゾウはもともとこの世界の人間です。サコミゾウはかなり昔にバイストンウェルに飛ばされたんです。私は地上人の父とバイストンウェルの顧問人の母の間に生まれました。サコミゾウはバイストンウェル、北条国の王、リュクスはそこの王女なんです。お姫様かよ。お話を聞く限り、やはり私たちの知るバイストンウェルとは異なる世界のように思えます。まさか我々の世界とつながりを持ち始めた影響だというのか。確かなことは言えませんが、それも考えられます。あなたたちはこれからどうするつもりですか。サコミゾウはきっと地上界を侵略するつもりでいる。僕はそれを止めないといけない。そうだよね、リュクス。はい。お二人から事情聴取したいという要請が連邦本部から来ています。上層部も情報を欲しがっているようなので、ここは協力してくれませんか。そういうことでしたら協力しましょう、エイサップ。そうですね、僕らの情報が少しでもお役に立つのなら。そう言ってもらえると助かります。それでは迎えが来たら連邦本部までお願いします。私たちもできる限り協力するのでよろしくお願いします。今頼れるのはあなた方だけのようです。私からもお願いします。そういえば皆さん、次の目的地が決まりました。また宇宙に上がってくれなんてのじゃないよな。
残念ながらご名答です。マジかよ。先日の白姫襲撃の際に出現した機体が他のコロニーでも確認されたようです。私たちはこれよりターミナルコロニーアマテラスに向かいます。現在サコミズ率いる勢力は北条軍を名乗り連邦への敵対行動を続けています。ただ彼らの勢力としての規模は決して大きなものではなく小規模な犯行に従事しているようです。軽視できる状態ではありません。いつ任務が発生しても問題ないよう心構えはしておいてください。セーブしますか。最新の情報を報告インターミッション。